みのミヤビーパラダイスお、みんなやってくれました。はい、すいません、皆さんちょっと始まりが遅れてしまいましたが、自由空間から見ている、あ、時空 TV から見ている方も、お台場 TV から見ている方も、赤坂 TV から見ている方も、そして日本全国にあるインターネットカフェ自由空間から見ている方も、その他ユーストリームから見ている全世界の皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい。MC は今日も私、相原みやびがお送りいたします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。すいません。はい。ですね、この番組は、この番組は、毎週ゲストさんをお呼びしてですね、現在の活動や、ま、私生活などをどんどん紹介していただく番組になっております。この番組は、ユーストリームを使って全世界に生放送で配信しております。ね、ありがとうございます。今日もね、ここ、東京お台場にあります、東京ベイスタジオという公開スタジオから公開生放送でお送りしております。どうも、お台場の皆さん、こんにちは。今、インターネットテレビの生放送中です。お、ありがとうございます。ね。はい。全然いやいやいや、そんなことないですよ。はい、ぐんぐん上がって今、960人の方がね、見ていただいております。はい、ユーストリーム使って生放送中になっております。皆さんもですね、ユーストリームに登録をしていただいてログインをしていただきますと、番組に生放送で、番組に参加をしていただけますので、ぜひともですね、私たちにこう相原みやびにですとか、今日のゲストさんにですね、いろいろ質問ですとか ね、はい、いろいろ会話をしてほしいなと思うので、よろしくお願いします。そして今流行りのすいません、今流行りの、ツイッターからも、コメントをお寄せいただくことができます。シャープミヤビーム、シャープ MIYABEAM と、ハッシュタグをつけていただきますと、番組にツイッターの方からもコメントをお寄せいただけますので、ぜひとも登録というかね、コメントをお寄せください。お願いします。はい、というわけでちょっと緊張の面持ちで大丈夫ですか？あ、チャットさんもね、はい、徐々に入ってきてくれてますが、ではですね、今日のバンドさんを早速ご紹介したいと思います。改めまして、この番組は、バンドさん、ゲストとしてバンドさんに来ていただいてですね、活動などを紹介していただくバンドなんです、番組なんですけれども、先週のゲストさんは、This is Panic さんというバンドさんにお越しいただきましたが、今日のゲストさんはですね、ご紹介しましょう。太平洋知らぬ医学団さんたちです。どうもお願いします。お願いします。お願いします。静かにこのちょっと引き笑いが気になる感じですけれども、まあちょっとね、謎のちょっと衣装をチェンジして、いつの間にかいつの間にか、ね、一人だけ衣装が一人だけちょっと アジアンテイストに、だってみんなこのライブでこんな感じ です、ね、あ、そうなんですね。今日じゃライブの衣装でそうお越しいただいた感じ、まあ、そうですね、大体と。はい、ではですね、ちょっとまあ謎めいてるんですけれども、まあ後々ちょっと詳しく聞いていくとして、で、この番組はですね、こう視聴者さんがチャットで番組に参加をできる視聴者参加型番組です、はい、になっております。今日もチャッターさんいっぱい入っていただいておりますので、ぜひぜひというか、ご挨拶を一緒にしていってください。ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、お、あれ、これ表示、あ、された、された。いきますね。ハッチさん、ハッチさん、こんにちは。こんにちは。ハッチ01さん、こんにちは。あとは、カルビーさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。あとですね、あっちな、ラベットさん。ラベット2さん、こんにちは。こんにちは。あ、お台場の皆さんも、こんにちは。ありがとうございます。相原みやびです。はい、あとは、エムッチさんも、こんにちは。こんにちは。あとは、忘れぞさん、こんにちは。こんにちは。はい、こんな感じでね、視聴者さんとコミュニケーションを取ってください。はい、あ、皆さん、お台場の方もありがとうございます。ちょっと、お昼の家で酔っ払いですかね。すごいですね。大丈夫ですか。あ、違う。スタジオの外なのに声聞こえてきた。そうですね。ね、発声がなってますね。僕もちょっと飲んできたんで、ちょっと。あ、本当ですか。あ、全然いいですよ。生放送中にここでやーやーって缶ビール開けて乾杯しだした方もゲストさんでいらっしゃいました、過去にはね。はい、まあまあそんな感じなんですけれども、初めましての視聴者さんもですね、どんどん怖がらずにチャットに参加をしてください。
どんどん絡んでいきますのでね。というわけで、はい、いっぱいコメントももう届いております。どうもありがとうございます。届いております。チャット、真ん中の男性は南こうせつさんですか。あ、おまるぼいさん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。おまるぼいさん。おまるぼいさんがですね。そうです。そうです。そうです。南こうせつです。まさか、ジェネレーションギャップ。うん、なぎの太平洋。太平洋知らねえよ、楽団楽、あ、楽団だったのかっていう声もあります。そうですね。楽団。3人ですけど。あ、いいと思うって言った方は誰だって。あ、これも後でちょっとじゃあ聞いていきます ね、 すね、はい、はい、あ、みんなこんにちはって言ってくれましたね。あ、ラビットさんだ。ラビットさんか。ラビットさんもありがとうございます。何回かね参加していただいてますね。すごいな俺は。ね、あ、寝坊じゃないですよ。パジャマじゃないですよ、これはですね、一応。ちょっと、ごめんなさいね。ちょっと、そうそう。あ、いえ、大丈夫です。すいませんね、5分遅れてね。あ、なんか、ずらっと、ことぶき、ね。結婚式。結婚式帰りの、ちょっと酔っ払いの方たちが、今日、見に来ていただいております。ありがとうございます。はい。それ、パジャマ？また。違う、パジャマじゃないですよ。お洋服ね。お洋服だよ。はい。というわけで、もう時間もですね、おせおせになっておりますので、早速今日のゲストさん、太平洋知らぬい楽団さんについて、いろいろ聞いていきたいと思います。ん、思うのですが、はい、まず今日は音源をお持ちいただいてますので、まあ、BGM としてね、音源流しながら進めていきたいと思います。では、すいません、そちらのラジカセのスイッチをお願いいたします。お、デスボイス。あ、来た。はい。ですね、皆さん、視聴者の皆さんも、BGM がちっちゃかったり大きかったりしたらですね、ぜひ書き込んでいただいて、したら、窓際の男性がデスボイスで音量を変えてくれます。お願いいたします。はい。あ、ありがとうございました。お気をつけて、帰るまでが結婚式帰りですよ。ね。引き出物も。これ、外にも声聞こえてるんですね。あ、もちろん、スタジオの方にも声は。ね、届いております。はい。というわけで、ゲストを使う番組です。BGM がちょっと小さいかもと、おまるぼいさん言ってます。ちょっと上げましょうか。あ、これそれです、それです。もう、どんどん使っていきますよ。お、ちょっと、でかいかもしれない。切羽詰まった歌声が聞こえてきましたね。そうですね。はい。お、いい感じですよ。あ、帰っても結婚式、あ、もう帰っちゃった。ごめん、遅くて、はい。というわけで、太平洋知らぬい楽団さん、まずはですね、はい、ちょっと皆さん見た目のテイストバラバラですけれども、お一人ずつじゃあパートとお名前など自己紹介をカメラに向かってお願いいたします。はい。あ、誰から行くみたいな。あ、ボーカルギターの笹口です。よろしくお願いします。お願いします。ボーカルギターの、まさかのボーカルギターの。そうですね、よく言われます。はい。あ、じゃあまずその次は、はい、はい、ベースの大内と申します。ベースの大内さん、よろしくお願いします。お願いします。はい。そしてドラムの津金です。ドラムの津金です。津金さん、よろしくお願いします。はい。あ、こうせつさんって手振ってくれてますよ。無言の、これ神田川とか歌った方がいいですか。大丈夫です。あ、どうですか。使用量が勝つ。あ、そうか。知らねえ楽団さん3人で、はい、はい、3人ですね。3人のあれということなんですが、楽団なのにパンクっぽいなっておまるぼいさんが BGM を聞いて、ね、よく言われますね。はい、てか人数が多いんじゃないかってよく言われます。あ、楽団のね、はい、3人で楽団ということで、トースバックっぽい。楽団なのにパンクっぽい、ね、誰が踏みつけられながら歌ってるの。踏みつけられないな。踏みつけられながら。南こうせつ、切羽詰まって歌ってる。ベースさん、ミの衣装と似てる。ベースさん、私、ミって私なんですけど。あれ、そう全然違う。これで隠れてますから。あ、なるほど。パソコンでね、ちょっと見えづらいかな。まあ、いいや。はい、ありがとうございます。あ、MT さんもモキモキしてますね。はい、ですね、というわけで、まあ、はい、まさかのですよ、ギターボーカルさん。ということで、先週
そう、あのさっき視聴者さんも書いていただいてましたが、あのお電話に出ていただいた方はどんな、あ、僕ですね、はい、あ、ボーカルの、笹口さん、笹口です、笹口さん、はい、笹口さん、大内さん、菅根さん、はい、ですね、はい。これは結成してどれくらいのバンドさんになりますか？結成5年ぐらいですね。5年くらい、はい、あ、じゃあまずバンドさんの、まあ、どの辺を中心に活動してるだとか、どういう系の音楽をやってますっていうですね、バンドのプロフィールというか自己紹介的なものをまずは説明していただきたいなと思います。お、スポーツ少年、こんにちは。こんにちは、少年。こんにちは、ありがとうございます。今インターネットテレビの生放送ですよ。はい、じゃあ、はい、カメラに向かってお願いします。あ、紹介を、はい、はい、バンドの紹介を、すいません、途切れてね。まあ、太平洋シラレガ館というバンドで、はいはい、まあ、何でしたっけ。あ、こう、まあ、太平洋知らぬい楽団さんが、はい、まあ、活動してるとこ、あ、場所は、まあ、結構都内の至るとこに出てますけど、はいはい、まあ、新宿とか下北沢とか多いんですけど、うん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 、まあ、もういろいろもうあんまり選ばずにどこでも出てますね、はい、月10本15本いっぱいする。月10分10本とか15本ライブを活動をなさってるそうですよ、はい、すごい、ありがとうございます。今日のお台場はノリがいいな。そうですね、はい、お客様がね、うん、はい、というわけで、ま、どういう、今も BGM でもかけてるんですけど、あ、ま、どんな感じの音楽というかコンセプトだとか、あ、こういううるさい、うるさい感じですね。うるさい感じっす。ギャーギャー言ってる感じですね。ギャーギャーやる感じで、はい、な、もうじゃあ何系とか、なんか、なんだろう、どういう系、なん、パンクだとかロックだとか、なんか、まあ、いろいろあるじゃないですか、ジャンルとかは。なんでしょうね。少年が悪くて、ね、あれダメでしょ、あれは。なんかあります、そういうコンセプトみたいな。コンセプト、コンセプト、どういう音楽をやろうと、うん、あります。 あ、そうですね、ちょっと少年がね、少年ちょっとガラス張りになってるんですよ。ガラス、そう、今公開スタジオになってるので、お客様方がはしゃいじゃってですね、ゲストさんがすごい気を取られてる感じだったんですが、あ、みんな行っちゃうね、ありがとうね。はい、まあ特にそんなコンセプトというコンセプトは、そうですね、まあ、やりたいようにやりたいようにやってる、やりたいようにやってる、で、結成5年ということなんですけど、皆さんご出身とかはどちらですか？出身はバラバラで、はい、真ん中のボーカルは、あ、僕です。はい、真ん中のボーカルは九州、熊本なんですけど、最近九州多いよね。そうなんですか、多かった、ゲストさんが多かった、あ、そうそう、うん、アーバンフェチも、あ、アーバンフェチ福岡とかですね、そうですよ ね、とかとか、長崎、はい、長崎か、そう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 、で、はい、ベースが栃木で、栃木で、タムムが長野ですね、はい、長野、あ、バラバラだ、じゃあ全然バラバラ。結成はじゃあどこで、どういう流れでこう結成したとかって。まあ全然普通なんですけど、はい、まあ、大学のサークル、大学です、ね、大学のサークル、はい、で結成し、まあ、そのじゃあサークルのからずっともう延長で卒業して、もうずっとだらだらとやってます、バンドやろうぜ。だからそんなことないじゃないですか、立派にこう音源も出して、そうですね、ちゃんとね、月10本15本活動、もうだってライブで地方とかもね行ってるということで、はい、そうなんですよ、先週、あ、うん、先週電話に出たと思うんですけど、はい、あの時ちょうど大阪、はい、大阪で、はい、電話、ライブ電話かかってきました、はい、すいませんね、お忙しいところお電話に出ていただき、全然全然全然、大阪と京都行ってきて、それでお土産がね、お、お土産、あ、本当です。ちょうどその時、はい、来週出演する時なんで、はい、旬の生八つ橋を、おー、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。 ありがとうございます。ちょっとだんだん何、なんかタモさん的な感じ。ありがとうございます、嬉しい、私八つ橋好き好き、まあ、この君にお土産が旬の生八つ橋、さつまいもとか栗とかかぼちゃだって、わ、超美味しそう。あ、これじゃあ、よかったら後で一緒に、はい、一緒に、だからでもね、シャメとか取ってください、はい、ありがとうございます、すごい嬉しい。お、八つ橋宮ビーム、もうお礼しなきゃ、だってお礼どうしよう、お礼何したらいいかな、あ、お礼いただけますか。どんどん食べ物が集まってきそう、今後、お、ちょっといいですね、お土産流れいいな。お土産の流れちょっと嬉しい。視聴者さんからですね、いろいろ質問届いております。はい、おー
あ、ちなみにちょっと言い忘れました。はい、今日お持ちいただいて今 BGM としてかけてるのはこちらです。太平洋知らぬい楽団さんのですね、タイトルもう太平これもう太平洋知らぬい楽団っていうタイトルのアルバムをお持ちいただきました。これもまた後でね、どこで買えるとかご紹介したいと思います。はい、はい、でですね、誰がリーダーですかっていう質問とかもありましたね。リーダーは、はい、リーダー特にないっすリーダー特にないっす。そうですね。お、じゃあ別になんか誰が仕切ってるとかもなく、まあ一応そうですね、まあバラバラです。バラ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 なんかやることがおのおのあ、おのおのちゃんと役割は、なんか役割分担はっていう感じしてる感じあ、じゃあ曲作りは誰がしてますかとか。僕です。あの、あ、ボーカルが書いてるんですけど、南光節さんがなんと曲を書いてる。そうなんですよ、ということで。じゃあ全部作詞も一応、はい、はい、そうですね。本当ですか。それなのになんか結構題材もうあのフォークに飽きてきちゃって、あの、あ、フォークに飽きて乗ってくれました南光節の2人乗ってくれました。なんだっけな、どれだっけな、南さんは昔の友達、あ、なんだ、どんどん書き込まれてる。昔の友達に似てる。いいとも、あ、いいともって言った方は誰って ラビットさんが先週お電話出ていただいた。あ、僕です、僕。そうですよね、はい、すみませんね、私いいともっていうのを聞き逃して、あ、どうですかって言って、あ、2回言ってましたね。あの、そこ聞き返しちゃダメだと突っ込まれて、すみませんね、大事なところで。いやいや、もう全然いい。なんだなんだ、ちょっと待ってね、チャットがすごい流れてしまってですね、あ、脱いだら文字書いてるとか。あ、先週はのそう、ここにいた先週あれですね、モヒカンの、そうです、そうです、ここもう6週ぐらいですね、はい、上半身裸&胸毛が続いてまして、4週か、裸&胸毛が続いてましてだから書いてたんですね。そうそう、今日はでもちょっと裸がないので私すごい安心しております。ありがとうございます、非常に。いやいや、みんな脱ぐ感じじゃないですもんね。そうですね、ね、今は胸毛もないし、はい、胸毛もないし困った やっと一言喋ったなと思ったら胸毛ないしありがとうございます。はい、あ、カルビーさんが雪女を意識した服じゃないですよ、カルビーさんね。あ、これチャットがどんどん下がっちゃうな。すごいですね。脱いでみようっていう振りもありますけど、うん、まあ、脱がなくて大丈夫ですよ。大丈夫です。ネルさんが。あ、違う、私じゃなくてゲストさんが。あの、結構シュースさんも脱げ脱げ言われるんですけど、私怒られるんで大丈夫です。はい。パンクフォーク、パンクフォークじゃないですよね。あ、じゃあこれからパンクフォークにします。あ、パンクフォーク。でパンクフォークっていい名前ですね。パンクフォークちょっと新しいですよ。はい、今日からです。それでそれでパンクフォーク、あ、まあ、まあまあ、パンクフォークっていいですね。なんかやっ、あ、でもパンクフォークってまあなんか受けたようですよ、インスピレーションを。ちょっと新しい知らぬい楽団太平洋さんが見れると思います。やっと脱ぎつながり切れたね。まあ寒いので裸はね今から脱ぐんでしょう。みんな脱げ脱げ言ってます。あ、ラビットさん、主にどこで活動しているんですかと視聴者さん書いてくれましたね。すごい、ちょっと質問、ちょっとどこで活動、下北とか、そうですね、一番多いのは新宿ですね。おとか、まあ、もう他はもう、あんまり決めずに都内だったらどこでも、まあ、多分やってます。最近はこの CD 出した、はい、その全国を回ってる途中です。あ、はい、これで結構地方も精力的に行ってるということで、はい、なるほど。揉め事とかはありますとか。あります。あります。よくあります。あ、嘘。あある。揉めなさそうですよ、皆さん。いや、まあ揉めますね。主に誰がこう怒ったり感情的になる。それはちょっと聞かない方がいい。いや、誰ですか。ちょっとそれ気になりますよね。まあ、みんな怒ります。みんな。あ、みんなちゃんと感情的になる。みんな感情的です。だってドラムのあのつがねさんとかはすごくクールそうですけど。でも僕が原因のことが一番多いんじゃないか。嘘。なんでなんで。まあそんなことは。でもあのちゃんと仲良く活動してますね。ね、まあ、ちょっとあの外は仲良く見せとかねって、あの。
営業に関わるんで、あ、ちゃんとすごいですね、笹口さんちゃんとそういう建前的なものも、まあ、考慮しながら、あ、みんなが気になる、何が原因か気になる、この番組すごいこういう話だったのは初めてですね。ライブハウス名行ってねとか、あとでちょっとあの近々のご予定とかもね、はい、はい、行っていただきたいなと思いますね。まあ、都内を中心に活動されてるっていうことなんですけれども、はい、太平洋知らない楽団ってバンド名の由来とかはありますか？バンド名由来、まあ誰が名付けたかとか、まあ、あの僕なんですけど、あの、うん、真ん中のボーカルなんですけど、結構皆さん把握してます、大丈夫です、はい、まあ、あのな理由というか、なんかその時あのその時あのちょっと若気の至りでつけちゃった感じがあの若気の至りというか、ちょっとなんか好きな言葉というか、なんか好きな言葉並べたらこうなったみたいな。それ英語は嫌だったんですよ。あ、なるほど、日本語にしたくて、漢字にしたかったってこと。いや、漢字にしたくは、まあ日本語にはしたかったんですけど。あ、なるほどなるほど、日本語で。それでなんかこうまあいろいろなんか並べてみたらこんな風になっちゃったっていう感じなんですけど。あの笹口さん、多分視聴者さん皆さんも持ってると思うんですけど、笹口さんは個性強いっすよね、すごい。あ、本当ですか、はい、いや、まあ個性キャラが結構ですよね。そう、ぜひなんかあの YouTube とかで、はい、ライブエイドとか、はい、あの PV とか見てもらうと、すごい YouTube で PV とか見れるそうですよ、うん、だいぶ違う様が見れるんじゃないかと思います、そうなんだ。曲名とかタイトルを大体そうですね。あ、でもまあ漢字もあるし、あんまりあれしないです、ね、日本語もあるし英語もあるし、曲名のこだわりが英語の歌詞はないですけど、ね、え、あ、日本語の歌詞ですね。あ、そうです、マルボイさんが影響されたバンドとかありますかって言ってます。うーん、まあいろいろあります。いろいろあります、はい、いろいろいっぱい、どうぞどうぞ、たくさんのやつに。例えば、まあ、どの辺とか。まあ僕はあの外人好きで、なんでしょうね、あの僕はあの U2とかいう、あの U2 とか好きなんです、はいはい、すごいですよ、マイクのコードをもちもちしながらのちょっと恥ずかしくて、あのメジャーバンドすぎて、あの恥ずかしいんですけど、U2 とか好きなんです。なるほどなるほど、でも全然 U2 感じないと思うんですけど。いや、あ、いやいやいや、そんなめっちゃもうもじもじマイクのコードいじって、あ、はい、ちょっとなんか言いたこと様子が違う感じが。あ、本当ですか。まあ、僕ちょっとさっきここに来るまではちょっとお台場ぷらぷらしてて、お、はいはいはい、あの飲んできちゃって、そうなんです、登場するたりもうロング缶をもう開けてましたね。いや、ちょっとデートしてて言うんだ。いや、嘘ですよ、嘘。なるほどね、エアーデートでね。そう、エアデートしてます。エアデートでビールをね、まあ、酔っ払ってるのかな。まあ酔っ払ってないですけど。あ、大丈夫、まあ、あのね、ラビットさんが酔っ払ってる程度ですね。すごいいい質問くれましたね。おいくつっていう質問が来ましたが、皆さん年齢とかはよく言われますよ、年齢不詳、うん、年齢とか言っても大丈夫な感じです。 NG ですか。大丈夫でも、まあ、未成年なんですけど、未成年のこれで未成年だったらちょっとびっくりですけど、15とか、はい、まあ、でもさっき大学のサークルでそうですね、はい、酒も飲んだって言っちゃう、残念ながら。あ、まあでも皆さん同い年ぐらい、まあぐらい、大体そうですね、はい、おいくつぐらいでしょう。多分ね、皆さんね、笹口さんがおいくつなのかなって一番気になってるから。僕は18です。あくまでも白浮き。あ、26です。26歳、はい、で皆さんもそうですね、アラサーですね、はい、まだですよ。アラサーはもうちょいですね。アラサー、まあ、ここにアラサーがいますんで。いや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 、まあ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 。今日のゲーム、手を抜くのかな、だって。抜かない。どんどんやっていきますよ。漢字とは素晴らしいって感じ。あ、じゃあ素晴らしい、本当だ。頑張ってます。忘れそうさんが、最後のポテチは誰が食べますかとか、パンにマーガリン塗りすぎなんだよとか、あ、パンにマーガリン塗りすぎなんだよとかいう原因で喧嘩になったりとか、そういうんじゃなくて、ちゃんと音楽的な揉め事っていうことですよね。さっきのね、さっきの揉め事の話でした。あ、南さんカメラ目線でお願いします。あ、オマルボイルさんが喋るときはカメラ目線でお願いしますって言ってます、ね、カメラは あちらです、はい。あとはですね、手元、あの今青いランプがつくと、まあ、あれもオンマイクになります。あ、オンカメラになります。あ、
あ、スイッチ入るとすごいのねってムチさんが言ってる。 PV あるんだとか、アーティスティックな人はみんな個性的だよとか、お、みんなあの笹口さんにもコメント集中ですよ。歌うと表現しそうで楽しそう、真ん中の高節さん。ライブでは X ジャパンみたいな衣装ですかとか。あ、大体このままです。あ、このまま。でもぜひ見ていただきたい、ね、ライブぜひぜひ、ぜひ見ていただきたいですね。髪立てるとか。おー、U2 好き、俺も大好きとか。あ、じゃあ今度。忘れそうさん、エンタメ何位だったの。エンタメってなんだろうね、ちょっとわかんない。あの、サマーソニックのやつですかね。あ、サマーソニック、あ、なんかさ出ました。あ、先週の This is Panic さんも今年のサマソニ2010、はい、出たということで。そうですね、サマーソニック出たって言ってましたけど、あの、一緒に出た。あ、一緒に出たんですか。実は。おーおーおー、なるほどなるほど。 U2 に影響を受けた。あ、YouTube ググったら結構かっこいいじゃんとか、すごいコメントも来てます。ありがとうございます。おー、あ、ボーカルの絶叫動画いいねとか。一番端の小室さんもいじってあげて。だって小室さん、小室ピピアさんじゃないですよ。小室さん、それは嫌だな。ドラムのつがねさんです。小室さんかっこいいじゃないですか。私ね、好きですけど。まあいいや。あの、その衣装はどこで買ったんですかっていう質問とかもありましたけど、これは、あの、エジプトです。エジプトです。今嘘言いましたよね。いや、本当です本当です。嘘、本当にエジプト行ったんです。クレオパトラみたいなのは、はい、ツタンカーメンみたいなのがいるんですけど。どこ。あ、本当だ、すごい見えますかね、わかんないか。まあ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 、エジプトです。エジプトだって、すごい。まあ、じゃあ一人だけこんななんかアジアンっていうか、まあ、エスニックな衣装。ライブだと結構普通ですよ。あ、本当ですか。はい、こんな感じで。忘れそうさんがドラムさん、あの、ミニを、私ですね、ミヤビームにお持ち帰りされないように気をつけてくださいと言われてます。僕が持ち帰られる方です。られる方ですね。あ、でもそうだった場合は甘んじて受けます。だそうです。やったやった。このボーカルさんの笑い声がね。はい、まあいいや。はい、というわけで、もう時間的にもですね、もう37分と結構経っておりますので、早速次のコーナーに行きたいと思います。いや、げんこつさんが入ってくれてますね。げんこつさんもこんにちは。小村さん、韓流俳優と。あ、韓流っぽいですね。あ、よく言われますね。あ、よく言われるそうですよ、韓流。はい、というわけで、もうじゃんじゃん次のコーナーに進んでいきたいと思います。題して、真剣勝負真剣衰弱。いや、はい、あ、今日は11分押しです。だって11分押し、5、6分押しでしたね。すいません、失礼しました。はい、というわけでですね、次のコーナーでは、私、相原みやびと毎週お呼びしてるゲストさんとでですね、このトランプを使いまして神経衰弱で勝負をしていただいております。でですね、負けた人は勝った人のブログで変顔をアップされるという罰ゲームが待ち構えておりますので、ぜひとも、はい、あの、負けぬようにガチンコで頑張りましょう。はい、貢ぎ物の効果は出るのかとか。はい、あれちょっと、はい、あ、ラビットさんがこれ見てから仕事行こうとか言ってくれてますね。ありがとうございます。最後までちゃんと見てください。頑張ってください。頑張ってください。お、お仕事ね、ちゃんと頑張ってください。ありがとうございます。あ、ちゃんと切れてるね。ブログとかはやってます？ちなみに。そう、罰ゲームでね。ブログやってる人は、でもうちの方がツイッターとかバンドやってますよ。そうです。それでアップできるって。あ、ツイッターでもアップできるということね。拡散しないようにしないとですよね。私もツイッターやってるので、あの、ぜひフォローを後でさせてください。ちょっと、まあ、失礼します。一人、バンドさん対みやびになりますね。なので、まあ、あの、交互にめくっていただいてもいいですし。お、この3枚お願いします。ありがとうございます。はい、はい、というわけで、あれは袖の下だったんだ。だってそんなことない、あの、忘れてますので。はい、じゃあ先行後攻はどちらがよろしいでしょうか。これちょっとマイク、あの、スタジオの外用のマイクなんですけど、はい、あの、声を張って喋っていただいて、はい、すいません。はい、はい、では先行後攻どちらがよろしいでしょうか。今カメラあちらになってますので、ね、はい、じゃあ先行で、お、お願いします。じゃあどうぞ。はい、お願いします。どうぞ。一、はい、人ずつめくる感じでしょうか。おお、9と10、9、はい、
あ、クイーンと、クイーンと銃。まあ、先行の方が神経衰弱が不利ですよ。行った方がいいですか。はい、引きます。3、7。まあ、こんなもんです。最初どうぞどうぞ。次キュー。お、来た、クイーン来た。俺取ろうとしちゃったクイーン、おー、すごい、順調順調。あ、でもこのままどんどん、どうぞ続けてどうぞ。8、違う、もう違うな、勘が。5、まあ違いましたね。はい、いきます。13、まあこんなもんです。最初はね、あ、3出ましたっけ、うん、3どうしたっけ3出たかな、これ、あ、それかも。7やった、3、あ、きた、7、3、俺だったのに。じゃあいきます。3、3、やった、みやび1ポイント。続けていきます。あ、ごめんなさい、9、あれ、9出ました。9も出たけど、9出てない、出てない、出てない。じゃあこれ5、もう全然わかんないね。ダメだ、どん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 。あ、みー頑張ってんだって。むちさん、ありがとうございます。ラビチ、お父さんもさっき、さっきめくったよね。8、あ、じゃあ一緒になんか行ったら、はい、2、ダメだ、ダメですね。どんどんいきます。11、まだ出てないですよね。出てないですね、うん、あ、3、あ、ダメですね。9、あれ、9出た、9出た気がする。出た、出た、出ましたね。放送時間内に終わりますか。終わります、終わります、大丈夫ですよ。記憶力が全然ない。 J J J ってなんだっけ、英語でなんていうの。11です。11、あ、あれさっきジャック、ジャック2、あ、2出ました。2、これ、これかな。いきます。3、あ、絶対3、どっかやったんだよな。原稿さんがまったりだな、だって。うん、どうぞ。あ、しゃしゃ、1、これ1、もう全然わかんない。あ、み、エメッチさんにおめでとう言って、お誕生日だよ、だって。あ、八、八、うん、あのカメラに向かってエメッチさんおめでとうって言ってあげるよ。エメッチさん、あれです。エメッチさんおめでとうございます。お誕生日おめでとう。おめでとうございます。はい、じゃあ一と八ということで、はい、ねえ、三どれでしたっけ、これ。三、全然わかんないです。これいや、これ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 、あ、これ覚えてらっしゃる。私、ファンの方に聞いて、3どれだっけ。3全く分かんなかった。これ全然分かんないよ。3、あのね、これが3だったのは覚えてるんです。3、あ、本当だ、すごい。これ2か、これかな、うん、違う違うって言ってる。どれじゃ、分かんないな。いや、適当に3、あ、似合ったー。あ、いない、あ、見ない、二段目。おぉ、さあ、やった、すいません。はい、いや、どうぞどうぞ。パチンコなんで。やばい、もう43分ですね。はい、やばいっすね。どんどん行きましょう、どんどん。どんどん行きます、どんどん。10、11。あれ、あれ、これもうめくっちゃった。こればっかりめくっちゃった。あれ、これ 11? あ、1! これ3回ぐらい引いてるな。これちゃんと。これが、11だ、11出しちゃった。 あれ、11取れたっけ。今出たの、どれだっけ。あ、もういいですよ、あのバンドさんはもうこれなんで。11いきますか。11きた、11、あー、もうどんどん。9、あ、違った。 なんでした。今7です。9と7、はい、あとは9、7ね。もうね、ファンの方が教えてくれるんですけど、全然わかんないんですよ。9、9、7、7、9、はいはい、8、8どれ、 8、 もう全然わかんないな。全く集中してない。 8! あ、すごい、来た、8、8。 ありがとうございます。 2、 あ、ありがとうございます。 2、 来た、あー、間違えた、 1! また1ですね。 2! あったのに、私この1すっごい果てしなきゃいけない。 7! 7、あれ、なんでこれ7を、どうぞどうぞ。 9、 どこだっけ、もう全然わかんないんだよな、ほんとに。 5、 5 よし、
私はこれが9だったと思います。1、あ、でも出た、これだ。1、やっとやっと出ました。1、よし。じゃあ続々いきます。これが 9? これ9でした。こっち9だっけ。あー、そう、そう、そうです、これだ。いや、これこっちじゃないと思う。10だ。なんで10出てないよね。10出ましたっけ。10は覚えてない。10は覚えてない。じゃあ適当にいきます。5。あ、5ダメでした。9は何で、これわかんない、わかんないの。あ、で、これだ。99。おー、もうちょっとやばいぞ、これはもう結構やばい。どうぞ続いて。10。いや、どれだっけ。10。結構結構みんなバカですね。あ、10当たりだ。あ、もう2分の1っす。2分の1っす。2。こう、わかんない。敵に聞くんじゃないって。あー、やった。やった。これはもうダメだ。これはもう私がいただきますね。2、2、そして5。5ということで勝敗つきました。はい、あ、つがねさん、おしゃべりなさいって。あ、金子ルーペさんがか、もっとつがねさんしゃべってだって。こんにちは、ありがとうございます。はい、いや、じゃあ長い勝負でした。すいませんね、敵に聞きながら私は敵とファンの方を使ってですね、私は勝ちにいつも出てますが、まずじゃあ持ち手の点数を数えていきましょう。はい、はい、まず 1, 12、せーの3、せーの4、せーの5、せーの6というわけで、今日はこれですね、太平洋知らぬい楽団さんの勝利、おめでとうございます。はい、勝ちに行ってましたよ、頑張ってね。はい、というわけでですね、じゃあツイッター、何でツイッターやってますか皆さん。なん、どういう、名前で。太平洋、あの、バンド名で。太平洋知らぬい楽なんですかね。太平洋、ですね、はい、SG ですね。 SG だっけ。太平洋ハイフン、太平洋アンダーバー、太平洋アンダーバー SG、 ハイフン G です。はい、 S-G。まあ、多分な、検索かなんかで太平洋だなってやれば、はい、わかりました。ではですね、太平洋アンダーバー、S-G、 太平洋知らぬい楽団さんのチャッ、ツイッターの方で私の相原みやびの変顔が流れますので、ぜひ皆さん拡散しないようによろしくお願いいたします。拡散、はい、ありがとうございました。あの、リツイートしないようにってことですね。広めないでください。はい、どうぞ。リツというわけで、ん、今すごい1021人の方が見ていただいて、ありがとうございます。こんな空間ありがとうございます。あの、みやび相原でもツイッターやってるので、皆さんフォローお願いしますね。あと、私番組の、番組前に番組の宣伝もやってるので、それは皆さんどんどん拡散してください、お願いします。はい、というわけでですね、もう時間が迫ってるので次のコーナーに行きたいと思います。はい、はい、この番組はですね、毎週ゲストさんをお呼びして、お友達のバンドさんを次週のゲストさんとしてご紹介していただいているんですが、がです。すいません、なんとですね、私急遽、11月の3日から11月の8日まで、舞台に出させていただくことが急遽決定しました。すいません、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。はい、でですね、11月の3日、もう再来週の、水曜日から始まってしまうんで、稽古がですね、もう今もうだいぶ急です。だいぶもうあれになってると、佳境に入ってるところからの私スタートなんで、ちょっと稽古を毎日参加も しないといけなくてですね、残念ながら申し訳ございません。来週の、相原みやびのみやビームパラダイス、そして再来週の相原みやびのみやビームパラダイスはすいません、番組をお休みさせていただきます。申し訳ございません。はい、でですね、あ、ミヤビームも女優として成長しているので、ありがとうございます。それで、まず残念ながら、まあ、ゲストさんも、ご用意いただいてたんですけれども、あの、3週間後のにまたゲストさんとの再会ということになりますので、ぜひですね、来週再来週はちょっとお休みになりますが、皆さんまた3週間後お会いしましょうという感じでよろしくお願いいたします。申し訳ございません。で、それとですね、私相原みやびが、この時空 TV お台場 TV の方で雷調査隊、
三条雷調査隊、そして雷調査隊デラックスという番組を、毎週水曜日のお昼の1時からと毎週金曜日の夜の7時からやってるんですけれども、そちらの方ももう来週と再来週はすいませんお休みをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。申し訳ありません。はい、番組はそう、もちろん番組はやります。番組やってますが、お休み、番組がお休みするのは、ミヤビーの、ミヤビームパラダイスだけです。ミヤパラだけなんで、すいません。卒業おめでとうとか卒業じゃないですからね。卒業じゃないよ。帰ってくるから。やめて、やめて、やめて、やめて。やめてね。はい。いない雷も面白いんじゃねえのっていうディレクターさんの話あれも提案もあるので、まあそちらもね、私がいない雷調査隊も皆さん楽しみにしていてください。それで、あとすいません、ちょっと告知、舞台の告知だけさせてください。こちらです。ですね、饒舌パタヤ第2回公演、誠陽気大決闘という舞台に私出させていただくことになりました。11月の3日から11月8日の月曜日まで、まあお昼の公演があったり夜の公演があったりなんですけれども、まあ全中目黒の金ケロシアターというところでやります。はい。でですね、作演出が原田千さんといって、まあ仮面ライダーとかをやってた俳優さんなんですが、主演が、なんと中野婦女シスターズの浦恵梨香さんが主演の舞台に出させていただきます。私大好きだった浦さんなのでちょっと嬉しいんですけれども、今もすごい稽古で忙しい毎日に急遽昨日とかからなりましたので、ぜひ皆さん見に来てください。全席指定4500円です。よろしくお願いいたします。予約はね、私のブログ愛原みやびのみやビームの方からメッセージを送っていただいたりとか、あとツイッターの方でメッセージとかコメントをいただければ、ご予約受けたまわりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。すいません、あ、もう番組があと3分ぐらいで、あ、みんな書いてくれてありがとうね。げんこつさんとかもありがとう、宣伝してくれてみんなありがとう、ありがとう。はい、というわけで、もうごめんなさい、番組も終了が近くなってるんですけれども、今日来ていただきました太平洋白縫い楽団さんの告知をぜひ聞きたいなと思います。はい、はい、まず、一番早いライブ明日。お、明日、明日あるんです、ですね。お、どこででしょう。明日と新宿モーションという場所で、はい、ファーフランスというバンドの、うん、イベントに出演させていただきます。お、はい、なるほど。先々週のゲストの激鉄、はい、先々週、あ、激鉄さん、はい、で、あとこれが、はい、なので、ぜひ明日よろしければお越しください。ぜひぜひ。おー、明日で、これが、はい、先週出たのディスイズパニックとの、はい、ツーマンライブ。おー、ディスイズパニックさんとのツーマンライブ、はいはい、言ってましたね。んで、これでその、あ、はいはいはい、お笑い芸人の、はい、ダイムさんとのイベントとして、はい、まあ、スリーブ実質フリーマンとしてやらせていただきます。はい、あ、滑舌が結構大丈夫です、大丈夫です、はい、皆さんぜひこれも、はい、お、ツーマン来たー、すげーとか、ぜひ、ぜひぜひ、ぜひ、はい、チケットも売ってますんで、スケジュールも結構ライブ決まってるんですよね。そうですね、ホームページとかはあったりしますか。はい、ホームページあります、はい、ホームページあります、まあ、バンド名で検索していただきます。みんなググれ、ググれカスみたいな感じで、ググレカスって感じね。あ、YZBRS さん、こんにちは。もう番組も最後ですけど、ありがとうございます。あともう、あ、CD、 あ、 CD、 はい、CD、 これもね、さっき言いました、10月9日に出たばっかりです、はい、ぜひ。お、ほんと出たてですよ、はい、今日お持ちいただいた、13曲80分入りで、はい、1890円で。わー、安い、超曲入ってる、ね、そうなんですよ。すごい、容量限界入ってるんで、 CD で、はい、ぜひ皆さん、こちらどちらで買えますかね。こちらは全国のタワレコ、タワレコ、ディスクユニオン、ディスクユニオン、アマゾンと、アマゾン、はい、こういう、おまけの雑誌が出てくるんで、はい、お、雑誌が、特典が、特典がいろいろあるんで、特典があるうちにまだいっぱい特典多分余ってます。あれとかやってます。あれ、音楽視聴できるサイト、マイスペースもあります。もちろんやってるということで、視聴もできますので、皆さん YouTube でライブ映像も、あ、そうだね、 YouTube で意外な、こう、南光雪さんじゃない笹口さんが見れるんで、ぜひ見てください。はい、と、はい、いうか、まあ、ライブに来てねっていう感じですよ、ぜひ。いね、はい、というわけで今日も確かウェブで、確かウェブで、ブで、はい、はい、太平洋白縫い楽団さんに今日はお越しいただきました。はい、もうバタバタ終わっちゃって、すいません。そう、いやいや、もう、もう津波さんもなんか喋ってくださいよ。いやいやいや、普段はすごい喋る、金子ループさんに
ね、またじゃあ後で後でということで、はい、というわけで皆さん、来週再来週は相原みやびのみやびむパラダイスお休みになりますけれども、また3週間後にお会いしましょう。ぜひねツイッターの方とかでも宣伝するので、みんな舞台に見に来てください。誠陽気大家と見に来てください。よろしくお願いします。というわけで今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、また、皆さんも3週間後お会いしましょう。というわけでバイバイ、さよなら、バイバイ。